はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずっこです。それでは今回なんですけども、高校音ペイで毎週1本購入で1本無料にサブスクサービスも始まるということで、今回はコカ・コーラが提供する高校についてですね、この動画ではコカ・コーラの自動販売機でドリンクがかなりお得になるということと、新たなサービスについてお伝えします。これから高校音ペイの利用を検討されている方もですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということでね、本日お伝えする内容は、大きく2つに分けてお伝えします。まず1つ目はこちら、毎週1本購入することで、1本無料のチケットがもらえますよ、ということですね。ちなみにこのコーク音というものなんですけども、知らない方のために簡単に解説をすると、このコカ・コーラが提供する自動販売機、 と、このコークオンっていうアプリを使ってドリンクを購入することで、まあスタンプが貯まったりとか、スマホ決済とか、クレジットカードとか電子マネーとかと連携してドリンクを購入することができたりとか、またね、こういったスタンプがどんどんたまってって、全部貯まったらドリンク1本無料のチケットがもらえるっていうようなアプリとなっております。 今回はそのコークンが今現在ですね、お得なキャンペーンを開催されておりまして、こちら、コークンで1本買うともう1本もらえるっていうキャンペーンです。で、内容ざっくりと出てる通りですね、初めての方、久しぶりの方なら、毎週1本目の購入で1本無料ドリンクチケットが必ずもらえるっていうね、結構このキャンペーン熱いのかなと思います。 で、ここに米印で2021年3月にコークでの購買がない方が対象ということなんですけども、細かいところはちょっと後ほどお伝えします。で、このキャンペーンの期間なんですけども、4月の5日からすでに始まっておりまして、5月の16日までのキャンペーンとなってます。で、このキャンペーンの中です。至ってシンプルで、コーク対応の自販機をまず見つけると。これはね、アプリの地図で見つけることができます。その後にコークを使ってドリンクを購入したら、その場でドリンクチケットがもらうことができます。後ほどね僕も実践して ますので、そちらをを参考にししててていいいただければとと思いますすでででチケッットトスワイプしてもうう本ゲるることができるっていうねでキャンペーンの細かいところなんですけども、ここのキャンペーン規約っていうところがあるので、これをクリックすると、ご覧のようなページが出てきます。ちょっと拡大してみましょう。ちょっとね、キャンペーン概要を省くんですけども、まずこの参加条件ですね。ここの、高校アプリを使って、初めて購入する方と、そして、 久しぶりに購入する方に限りご参加いただけますと、まあ、ちょっと久しぶりってざっくりなんですけども、過去に高校自販機での購入がない方、または過去にご購入経験があっても、2021年の3月に高校自販機での購入がない方が対象で、対象の方には、 航空音アプリ内のホーム画面でキャンペーンのニュースが表示されますということで、まあ簡単に言うとね、これまでない方と、2021年の3月にない方っていう風に決められてます。ですけども、ここに2021年にご購入があった方は本キャンペーンには参加できないんですけども、日頃のご利用に感謝して、限定スペシャルデザインスタンプをプレゼントさせていただきますということで、参加された方は参加された方でも、一応スタンプがもらえるっぽいですね。で、開催される期間なんですけども、第1週から第6週までということで、 まあ、第1週はね、もう11日の日曜日で終わるので、まだね、参加されてない方はここで取り組んでいただいて、また次の週の月曜日から日曜日まで。で、これが2、3、4、5、6っていうね。 6週間続くので、まあ、ほんとね、ただ100円のジュースを買って、そのドリンクチケットで160円とかそういったジュースを買うっていうだけでもいいと思います。ジュースじゃなくて普通にお茶とかでもいいと思いますね。で、特典内容としては今お伝えした通りなんですけども、1本購入して1枚のドリンクチケットがもらえると。で、特にね、そのチケットでこれは購入できませんというのはなくて、お好きなコカ・コーラシャー製品1本と交換ということなんで、特にね、金額の指定はなさそうですね。で、チケットの有効期限は6月30日までなんで、特にね、この後買う予定がない方はとりあえず、 購入した後にすぐにチケットを使うのがいいかなと思います。で、支払い方法として現金、電子マネー、高コンペによる製品の購入が対象と。ですけども、高校のドリンクチケットを使ってもキャンペーンの対象となりま、なりませんので気をつけてください。あくまでもちゃんとお金を払って購入したら1本無料のドリンクチケットがもらえるっていうことになります。 で、参加方法後ほどね、僕実践してますので、そちらをね、参考にしてください。続きまして、二つ目、サブスクキャンペーンということで、これね、今日のツイッターでつぶやいたんですけども、ちょっと噂されてたこのサブスクについての詳細と、それに関するキャンペーンが発表されましたので、そちらも見ていただければと思うんですが、まあ、それがこちらなんですけども、PR タイムスっていうところからね、引っ張ってきました。コカ・コーラ公式アプリ、コークオン毎月定額で、1日1本お好きなコカ・コーラ社製品が飲める、自動販売機サブスクリプションサービス、 コークオンパス2020年の4月の12日月曜日に新登場ということですね。まあ、ちょっと公式ページには出てなかったんですけども、今現在ね、この PR タイムスの方で出ておりました。まあ、簡単に言うとコカ・コーラの自動販売機のサブスクリプションということで、まあ、サブスクリプションというのは、まあ、月額課金サービスみたいなもので、まあ僕はね、a z o n プライムとか Spotify とか入ってるんですけども、それの自動販売機バージョンということでね、毎月決まった金額を払えば1日1本無料で購入できるっていうようなサービスになってます。で、このサービスの名称 としてコークオンパスっていう,うなサービスとなってます。まサービスの概要としましたらコカコーラ社の自販機定額サブスクリプションサービスです。先着10万名様に毎月定額料金で全国のコークオン杯の対応自販機において1日1本お好きなコカコーラ社製品と交換いただけますということですね。 そうなんですよ。ここに書いてる通り、先着10万名様っていう風になってますね。で、サービスの開始は2020年の4月の12日月曜日から。で、対象者も年齢が決まってるみたいです。20歳以上の成人の方、そして先着10万名様ということでね。まあ、今回ね、意外でしたね。ここの20歳以上の成人の方ということでね、ここの制限がかかってるのはちょっと意外でした。で、対象の自販機は高校運転が対応してる自販機と。で、定額料金は毎月2700円ということですので、まあ、これはね、ほんと高校の自販機を、もうほぼほぼ毎日 使ってる方はおすすめかなと思います、まあ、ほんとね、たまにしか買わない方からすれば損をする可能性があるので、もうほぼ毎日使ってる方は、ちょっと と、お得かなと思います。ま、あ飲み物によっては本当スーパーとかで買った方がお得っていうのは結構あるんですけども、もうそういったのが近くになくて、高告音ペイの自販機があるっていう方であれば、ま、あいいのかなというふうに思います。で、決済されるタイミングとして、毎月1日に自動決済されると。で、Apple Pay 利用されている方に関しては、翌月の1日以降に手動で更新することで、継続的に利用いただけますと。で、決済方法として、今お伝えした Apple Pay 以外にも、クレジットカード、Visa Master、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブということですね。で、利用方法は一応、 ここにも出てる通りですちょっと公式ページにはねまだこの4月12日月曜日公開ということですのでまあその後にねこのリンクが踏んだらまあ、ページが出てくるのかなという風に思いますでですねそれと踏まえてなんですけどもそうなんですよこのサブスクのサービスが始まったと同時にキャンペーンも開催されるみたいですキャンペーン名としてサービススタート記念半額キャンペーンということで実施期間はサービスが開始する4月12日月曜日から同じ時期にキャンペーンが開始されまして2021年の5月の31日まで開催中でございます で、対象者はこのコークオンパス。いわゆるその先ほどお伝えしたサブスクリプションに申し込みいただいた20歳以上のお客様全員が対象ということになります。で、これも先着10万名様と。で、対象の自販機はコークオンペイ対応の自販機。で、決済方法はコークオンパスに対応した全決済サービス。先ほどね、お伝えしたアップルペイとかクレジットカードですね。で、キャンペーンの内容なんですけども、期間中に通常の月額料金2700円から50%オフとなる1350円で 高コンパスをご利用いただけるキャンペーンですということですので、ぶっちゃけね、このタイミングで1350円であれば、わかんないですけど、まあ、ギリ元は取れるのかなと思います。まあ、もしね、4月の12日から使うとして、ここから、まあ、19日間しかないので、まあ、ちょっと元が取れるかどうかっていうと、ちょっと微妙なところになるかなと思うんですが、もし5月から使い始めたのであれば、 これがね、31日間の間に1350円で使えるって考えたら、もしかすると5月の方がちょっとお得なのかなと思います。まあね、普段から僕もあまり自動販売機でジュースを買うことがないので、あまりイメージがちょっと湧かないところでもあるんですけども、もう自分の生活圏内に高校の自販機があればいいんですが、そうじゃなければ、 わざわざその自動販売機までに毎日行かないといけないというところもあるので、まあ無理にね、登録する必要もないかなと。ですけども、日々、ほんとね、毎日使う方からすれば、このサービスはかなり便利なんじゃないかなというふうに思います。てことで2つ目のサブスクキャンペーンについてでした。それではね、先ほどお伝えした、この毎週1本購入することで1本無料のチケットがもらえるキャンペーンについてね、早速参加してきましたので、やっていきたいと思います。で、先ほどお伝えしたように、その自動販売機はね、 アプリ上で探すこともできまして、ご覧のようなステッカーが貼っていれば対象となります。ご利用いただけます。航空音ペイということでね、最近はすごいね、もう普及してるような自動販売機となってますね。で、購入方法なんですけども、その前にちょっとね、僕の場合もすでに支払い方法などは設定済みでございますので、まだ設定されてない方は、サクッとやってみてください。PayPay ペペとかね、auPay とか、楽天ペイとか、d 払いとかどうも、ひも付けすることができます。で、早速ですね。 その自動販売機の近くに行くとご覧のような黄色いメッセージが出てます。近くにスマホ、自販機がありますというところで右上をタップしていただくと ご覧のように、スマホを自販機に近づけると接続できますと出てくるので、このイラスト通りですね、近づけていただいて、接続するをタップします。そしたらですね、その自動販売機のメニューが出てきます。で、今回はね、このジョージアエメラルドマウンテンブレンドのホットをですね、頼んでみたいと思いますので、ここをタップします。そしたらですね、高コンペで購入しますと出てきまして、僕の場合、決済方法を今、au ペンに設定しますんで、このカードをですね、上にスワイプしていただくと、これで、ゴトンと。 ということで購入ができました。めっちゃ簡単ですよね。で、その後にね、購入した場合はスタンプ2個ゲットすることができます。キャッシュレスのスタンプ2倍になりますんで、皆さんはね、キャッシュレス決済で購入してみてください。 で、その後にね、今回のこのキャンペーン、僕は3月参加してなかったので、ご購入ありがとうございます。もう1本もらえるということで、この真ん中のボタンをタップして、ドリンクチケットを獲得というところをタップすると、ここにですね、ドリンクチケットを獲得するというところが出てきてますんで、ここを実際にタップしていただくと、ご覧のようにチケットが反映されました。早いですよね。で、続きまして、そのままね、そのチケットを使ってみたいと思いますんで、また同じように右上のね、黄色いところをタップしていただくと、同じようにスマートフォンをね、 近づけていただきましてここの接続するをタップしますで同じようにメニュー画面が出てくるんですけども今回はこの右上のドリンクチケットというところをタップしてくださいそしたらですね今回もらったチケットが早速出てきておりますでこのチケットをタップしていただいてそしたらまた同じようにメニュー画面が出てきますんで今回はねここに出てるプレミアオレンジのファンタを購入してみたいと思いますこの160円の商品なんですけどもドリンクチケットで購入することができますそしてこれをタップしていただくとまた同じようにですねチケットが出てくるんで上に スワイプをししていたただくととそしたらね無事に購入することができまししたたジジジョージアとととプレミアオレミオンいいうこででねどちらも普通の味でございましたまあ、そんなこんなで今回は、高コンペで毎週1本購入することで1本が無料になるキャンペーンと、4月の12日からサブスクリプションのサービスが始まるということについてお伝えをさせていただきました。結構ね、こういったキャンペーンがないと僕もね、高コンペの自販機使うことがないんですけども、先ほどもお伝えしたように、本当に日常的にまあ、この高コンペの自販機を利用されている方であれ あれば今回のサブスクはお得になるのかなと思います。ですけどもたまーにしか利用されない方からすれば、やっぱりサブスクなので、どこかのタイミングでこう損をしたりとか元が取れないという場合もあるかもしれないです。なので、無理に参加する必要は僕はないと思ってるんで、まあ、キャンペーンだけ参加するか、もしくは今後も長く利用されるか、ご自身で検討した上でね。登録してみるのもいいのかなという風に思います。でもしですね。高校音程のアプリ、まだインストールの方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ちなみにですね。初めて。 インストールされた場合に関しては、スタンプ3個ゲットすることができます。15個たまるとね、1本無料のドリンクチケットがもらえたりと、まあエンタメ要素もちょっとあったりするので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。